大丈夫。はい。ありがとうございます。メガネずれてる。本当にすみませんでした。ミチル遅いよ。ごめんね。もうぼーっとしてるんだから。あ、私やっぱりそっちの方がいいな。え、ダメ？嫌ならいいんだけど。そんなことないよ。あれ、私のパンないじゃん。ほんとミチルはどんくさいんだから。ごめんね。私もう一回買いに。落とし物気をつけてね。なんで B 君がミチルに？A 君にも微笑みかけられちゃって。え？ A、B？ ほら、奇跡の生還者。半年前の立教陥没事故？あの、20人くらい亡くなった？その中で奇跡的に無傷で助かった少年 A、B。 それが2人なんだよ。未成年ってことで名前は公表されてないけど、この辺じゃ有名な話。少年 A こと立花しとくん、女子の間ではアイドル的存在。少年 B こと若月千佳くん、学校にもあまり来ないし、なんか近寄りがたいけど、この学校ではレアなタイプの男の子だしね。へぇ。あっ、メガネ。人の話聞いてない罰だよ。返して。反省するまでダメ。やだ、すごいうろたえっぷり。おかしい。それがないと私。見た、また見ちゃった。しかもあんな、神様。お前が軽率な真似をするからだ。これに懲りたら少しは。俺が俺の手をどう扱おうが勝手だろうが。俺の手でもある。そうだがな、さっきの足跡がくっきりだ。まったく。次に落としたら殺すからな。そりゃ無理じゃねえの。メガネ、メガネ。よかった。そうなんです、2年の長谷川が。そうですか。もう3日も連絡がないんですか。家出の類だと思うんですが、こちらに相談に来たことは。いえ、特には。そうですか。では。北さん、大丈夫？はい、すみません。もう少し休んでから帰りなさい。あなた、ダイエットでもしてるんじゃない？若い女の子によくある。ダメよ、きちんと食べないと。はあ。見えてしまった、あの首のリング。せっかく大事故から命拾いしたのに。かわいそう。きっともうすぐ。もうやだな、こんな体質。嘘、こんなに真っ暗。先生起こしてくれればいいのに。昼間ぶつかった女が。気をつけて帰れよ。はい。あ、そうだ。いいです、手なんか繋がなくたって一人で帰れます。金は？昼間ぶつかっただろ、迷惑料。パンも拾ってやったし、手も踏まれたし。手？税込み1050円ってとこだね。あの、でも今私お金なくて。チッ。いいか、500円に負けてやる。明日持ってこいよ、500円。なんなの。あれじゃもう今夜にも。
見られた。完全に見られた。どうする？殺そう。自分の手稼ぎますか。どうするよ。私のこと本気で、あの犬だって殺し。からは俺の番。そっか、ならよかったな、ワンコ。そうそう、完了っと。今のいくらだ今の。やってられっか。で、問題はお前だな。500円。私はただ親切心であなたたちに命の危険を知らせてあげようと、首のリングが見えたから。首のリング？あ、逃げ足早っ。ただいま。なんで俺の金で面倒見なきゃならないんだ。世間体が悪いから引き取ろうってあんたが言ったんでしょ。文句なら死んだ姉さんに言いなさいよ。こんな時間まで何してたんだ。心配するじゃないか。すみません。また出たんだって、行方不明者。もう3人目だよ。あの私急いで。ああ、そっか。はい、今日のお昼の買い出し。その私。何？はっきり言いなよ。じゃあ買ってくる。500円。まだパシリなんかやってんのか。500円じゃありません。北みちるっていうちゃんとした名前が。北さん、来ないと死ぬけど。というわけで、こいつ今日から俺らのパシリだから勝手に使わないでくれる？
それこそ勝手な。お前さ、あんな風にバカにされて楽しいわけ？バカになんて、友達だもん。そんな短い人生、言いたいことは言っといた方がお得だぜ。君に使い道があるようならとりあえず生かしておいてあげる。人間でそれが見えるのは希少だからね。君にはリングの持ち主を探してもらう。なるべく色の濃いやつな、俺らぐらいに。何の話ですか？ぶっちゃけなんか見えてんじゃねえの？そう、例えばこの首に何かリングのようなものとか。例えばそれが現れた人間は間もなく確実に死ぬとか。いや、そんなの知らないし見たくない。メガネを取るのも絶対嫌なんです。あなたたちなんか友達じゃないし、すごく怪しいし、それに私パシリなんかじゃない。言えるじゃん、嫌なことは嫌だって。まあそれだけじゃ世の中何も変わらないけどね。とりあえず首突っ込んどく。Zローン。そう、 ABC から始まって XY、 最後が Z、 つまりもう後がない。よーさん、久しぶりだな。取り立てのバイトが頑張れや。出てこる！海鮮中なら腎臓でも肝臓でも売り飛ばせばええやろが。東京湾に沈めたのか？ユータ、私もりは。お客さん、いらっしゃい。私もり。私もり、何してんの？ご融資のご相談で。その二人の連れということはもしかして、あっち方面のお客様で。残念ですがゾンビローンの方は審査がありまして、まだ生きている方にはご利用いただけません。ゾン？ま、一度死んだ後にどうぞ。いえ、違います。違う、お客じゃない。ゆうたくん、お茶下げて、もったいない。ま、お金に困ったらいつでもどうぞ。私、別行と申します。こいつだよ、リングが見えるってやつ。部外者を感心しませんね。だが俺たちは死人と人間の区別がつかない。いいじゃん、返済率上がるし。あの、それで私にどうしろと？協力してもらうってこと。俺らの借金返済に。そんな、私には何もできるよ。君は死神の目を持っている。死神の目？君が見えるというそのリング、何のためにあるか知っているかな？リングは切り取り線。最初は薄いグレー、日を追うごとにだんだんと色濃くなっていく。そして真っ黒いリングに変わった時。うわっと、死神が鎌で首をぶった切るので、ご臨終。黒いリングは目印なんだよ、死神専用のね。じゃあ黒いリングをつけて生きていける人間なんてあるはずがない。あってはならないもの、この世にとどまってはならない存在。それを叱るべき場所へ送還する。それが俺たちが今やっている臨時バイト。俺らはリングが見えない、だからお前が探す、俺らが殺す。できません、人殺しの手伝いなんか。私、人殺しじゃねえよ、化け物殺し。でも死んでるはずなのに生きてるなんて、それじゃまるで嫌です。私、それにあなたもくっきりリングが出てるんですよ。死ぬかもしれないんですよ。あれ、死ぬね、そう言われてもな。今も生きているというと語弊があるしな、どちらとも言い難いが。っていうか俺らもう死んでるし。人